はい、どうもねいチャンネルです。今日はちょっとトークをしていこうかなっていうふうに思います。でね、まあトークばっかじゃんって思うかもしれないんですよ最近。まあでもちょっとみんな外出ないでしょ基本的に。なのであんまり買い物する人も少ないのかなっていうふうに思うんで、まあちょっとトークを目にしてるんですけど、まあつうのも外撮影が中止になったりとか、まあそんなもろもろもあってトークが多くなってるっていうのもあるんですよ。あとちょっと僕のその精神疾患でメンタル的なところもあって、なんかそのうまく喋れなかったりとか、その全然テンションのこうコントロールできなかったりとか、まあ、そういうのもあってトークを多めにしてるんですけど、トークをしていこうかなっていうふうに思います。今回ファッションの話っちゃファッションの話なんですけど、まあちょっとそんな話をしていこうかと思います。なので今回はファストファッションってやべえなっていう話をしていこうかなっていうふうに思います。で、ね、まあお前何を分かりきったこと言ってんだと思うと思うんですよ。僕も言ってて思ってるんで、今これを言ってて思ってるんですけど、僕ちなみにあんまりファッションユーチューバーが興味がないんですよね。興味がないっていうのはそのバカにしてるとかでもないし下に見てるとかでもないんですけど、あんまり興味がなくって普段見ないんですよ。見るのは中村さんとソーシネットさんぐらいしか見ないんですよね。動画ユーチューバーで言えば、ファッションユーチューバーで言えば、他のユーチューバーとかはまあ見ますけど、ファッションユーチューバーさんほとんど見なくって、でここ最近 NB チャンネルさんって結構ファッションチャンネルだったら有名な方いらっしゃるじゃないですか。もともとは評論家かなんかの方なんですかね、多分ちょっとよくわかんないですけど、でも最近結構伸びて、すごく伸びてきてる方がいらっしゃるじゃないですか。で、あなたのおすすめみたいので結構 NB チャンネルさん出てきてて、でまあユニクロとかよくやってるじゃないですか、あの方が。でユニクロとかよくやってて、なんか再生数もそこそこいってるから、ちょっと見てみようかなと思って見てみたんですよね。で、あの人の話の仕方とか動画の編集の仕方とか、その多分動画を見てる人のターゲットの取り方とかむちゃくちゃうまいなと思って、最初なんかその勉強がてら見てるみたいな感じで何本か動画見させてもらったんですけど、まあちょっと偉そうな言い方になっちゃって申し訳ないんですけど、全然僕の方が上だとかそういうこと思ってるんじゃなくって、単純になんかすごいなっていう風に思って見てて、まあ、ファストファッションがすごいなっていうのはまあ当たり前に知ってるんですよ。そんなの僕もファストファッション着ますし、なんだったら全身ファストファッションの日もあるぐらいファストファッションを別に使うんですけど、正直その動画上、この YouTube 上でファストファッションでコーデ組んでみたとかっていう企画があんまり僕好きじゃなくて、確かに再生数取れるの分かるけど、なんかあんま面白くないなと思って、僕あんま好きじゃなかったんですよ。から全然見なかったんですよね。でケンジさんとかもそういうノリやってるじゃないですか。多分メンズのファッション YouTuber じゃトップにいらっしゃると思うんですけど、まあそういうのやってらっしゃって、ただケンジさんってもう完全に若い人をターゲットに動画作ってらっしゃる方なんで、さすがにちょっと僕はあのファッションはちょっと真似できないなと思って、あんまり拝見させてもらうことってなかったんですけど、まあ NB チャンネルさんって結構もうお年もいい感じのお年じゃないですか。まあ僕より上だと思うので、まあ、それを見てて、まあ、いろんなコーディネートの仕方だったりとか、こうサイズ変えたらすごくおしゃれになるよみたいとか、なんかそういう提案してらっしゃるじゃないですか。それを見ててかっこいいなって単純に思ったんですよね。最初はあんまり好きじゃなかったんですよ、あのチャンネル、あの NB チャンネルさんのチャンネルが好きじゃなかったんですけど、何本か見てるうちに、あ、この人の提案してることとかやってることとかものすごい面白いなっていう風に思ったんですよね。まあもちろんビジネスとしてやってらっしゃるんでしょうけど、単純に本当に洋服がすげえ好きなんだなっていうのを思って、でそのファストファッションを多くやってるじゃないですか。しかも結構大人に向けてっていうか、若い子っていうよりは大人に向けて結構やってらっしゃるじゃないですか。まあ、それを見てて単純にやっぱユニクロとかをよく使ってるのを見て、であの人自体が多分ファッションの知識ものすごい多分あって、で多分業界に身を置いてる方なんだと思うので、まあそのブランドとの付き合いとかも多分あると思うんですよね。なんか一緒になんかディスカバードのデザイナーさんとか、ミッドウェストの多分バイヤーさんかなんかかなとかともなんか対談みたいなやったりしましたけど、そんなこんなでなんか風吹く熊谷なんか展示会の動画とか出したりしてたんで、ファッションの知識とかその持ってる知識量とか、その張ってるアンテナとかが多分ものすごい多分もう普通の多分人たちと違うレベルにいると思うんですよ。もうステージが違うというか、でそんな中でその人がまあそのファストファッションと呼ばれる、まあ、ユニクロだったり、ね、そういうのをやってて、まあ、GU だったりやってて見てて、まあ、そのコーデしてる姿を見て、まあ、改めて思ったのが、ファストファッションって本当におしゃれには見えるんだなっていう風に改めて思って
ったんですよね、正直。この前、多分ここに顔出てると思うんですけど、この前の動画で僕ブランド物買わないとおしゃれになれないのかみたいな動画を多分出したと思うんですけど、あそこでもしたんですけど、ファストファッションでおしゃれに見せることはできるっていうのは分かってたんですよ。そんなはもうすごいよく分かってたんですけど、あの MV チャンネルさんの動画を拝見すると、もう本当にブランドと謙遜ないぐらいのレベルまでスタイリングできるなっていうのを改めて思ったんですよね。僕が普段なんかそのファストファッションでコーデする時とかって、基本的にそこまで考えてコーデしてないですよね。そのかっこよく見せるとか、例えば動画映えさせるとかっていう風なのを考えて作ってないんですけど、あえて考えてコーディネートを組むとものすごいかっこよくなるんだなっていうのを思ったんですよ。だからこそ、まあ、あんだけ登録者ね爆伸びしてるんだと思いますけど、伝え方だったりそういうのもうまいってもちろんあると思うんですけど、基本的にそのファストファッションが持ってるあのポテンシャルっていうのがものすごい今高いなっていうのを思ったんですよね。まあ、そのね動画を見て、そのファストファッションやべえなっていう話に今日の動画に繋がったんですけど、まあそのファストファッションね、あんだけのコーデできるんであれば、ブランドが弱くなってっちゃうのはもうしょうがないのかなっていうのをちょっと思いました。ブランドにはブランドの良さがもちろんあるんですけど、ただ洋服をものすごい好きな人の割合そんなに高くないと思うんですよ。特に日本ってファストファッションが強すぎちゃって、あの基本的にブランドも買うって人は人口的に多くないと思うんですよね、今現状で。もしくは本当にお金いっぱい持ってる人がハイブランドを買うとか、なんかそういう感じになってて、もちろん好きな人はいるんだけど、その好きな人の割合はそのファッション楽しんでる人の中でも多分かなり少数派だと思うんですよ、世間的に。まあ、だからこそね、そのユニクロだ自由だっていうのがもちろん儲かるっていうのは分かるんですけど、そもそもがああいうものたちがポテンシャルが高すぎちゃって、で今のこの時代でああいうコーディネートを提案する方がいるじゃないですか、の相乗効果で本当にうまい具合にあの進化してってるんだなっていうのを思いました。まあね、そのうちそういうなんかインフルエンサーとねユニクロがなんかコラボしたりとかっていうのもいずれね、そんな遠くないうちにきっとあるんでしょうし、今はないでしょうけど、まあ、そうやってなんかさらにこう感度の高い人とコラボしたりとかなると、さらにこうポテンシャル上がってくるんでしょうし、本当にファストファッションすごいなっていうのを最近思いましたね。正直ファッションに興味ない人が例えばユニクロでパッと行ってパッと買ってきてくださいって言って買ってきたら、なんかそこまでにはならないと思うんですけど、ファッションに興味があって、まあいろんな動画とか例えば見てたりとか雑誌見てたりとかしてて勉強をしててファストファッションを買おうとすれば、かなりなんか見た目だけで言えばブランドと謙遜ないぐらいのスタイリング組めるんだなっていうのを改めて思いましたね。まあ、もちろんその着心地とかそういうのはまあブランドが圧倒的に勝つと思うんですよね。ただ物によってはユニクロとかは今それに負けないレベルのクオリティのものとかもあるから、一概にね着心地とかその素材が絶対ブランドが勝ってるってもうそれも言えなくなるぐらいの時代だと思うんですけど、まあ本当にね MB チャンネルさんの動画見て改めて本当に思い知らされたというか、すげえなって単純に思いましたね。まあ、ちなみにこれディスってるとかじゃないですからね、一応言っときますけど、僕 MB チャンネルさん思わずチャンネル登録したんで、単純にすごいなって思って、同じ動画作ってる人としても尊敬すごいできるなと思ったし、単純に洋服好きな身からしてもすごいなっていう風に思ったんで、他のユニクロとか自由やってる人は正直まあ見ることは多分ないと思いますけど、まあ MB チャンネルさんの動画はね見ようと思える動画だったんで、すごいなっていう風に思いましたね。なのでね、ファストファッションの勢いが本当にすごいですね。まあファストファッションオワコンだとかよく言われてたりとかする方もいらっしゃいますけど、ファストファッションは日本においては本当にすごい強いでしょうね。海外とかだったらなんか必ずしもそうだとはならないと思うんだけど、日本であれば多分ファストファッションっていうのはものすごい強いジャンルのファッションなのかなっていう風に思います。本当になんか特にここ数年このインフルエンサーとの絡みというか、実際に企業としての絡みはないんでしょうけど、多分企業案件とかも多分ユニクロとか GU は多分ないでしょうから、多分それはないと思うけど、ただ単純うまい具合に両方絡み合って両方がうまい具合にいってるなっていう風なのをちょっと思いましたね。時代に合ってるっていうか、なんか本当にファストファッションやべえなっていう風に思いましたね。かといってね、まあ僕の動画がね明日からファストファッション全開になりますとかは 100% ないですけどね。ファストファッション僕も好きですけど、やっぱりブランドも
とかそういうものがやっぱ好きだっていう気持ちは僕自体はあるので、このレインとしてはあるので、まあ僕のチャンネルでねファストファッション全開に紹介していくってのはまあないとは思いますけどね、今まで通りだと思いますけど、まあ MB チャンネルさんみたいなああいう人を見ててすごいなっていうのを思ったっていうところがですね。なのでね、ファストファッションとかもうブランドもん9割ぐらいの人とかもちょっと一回ファストファッションとか見てみるともしかしたらすごい面白いかもしれないです。本当にクオリティが高いです、今のユニクロとかは。普段だからそういうとこ使わない人とかもしいらっしゃったらぜひ見てみて面白いかもしれないです、まあ、H&M とかね。ただでも質はもう圧倒的にユニクロが強いでしょうね、多分。単純に MB チャンネルさんでもやってたんですけどカシミヤのストールを出してたんですよ、多分レディスタだと思うんですけど、あれも実際僕もそれを見てちょっと見に行きましたけど、やっぱすごいいいものだったんで、まあ、セールになってましたけども、あの時期的になってましたけど、やっぱすごいいいものだったんで、やっぱりその質的な意味合いではファストファッションの中ではユニクロはぶち抜けていいアイテムだと思います。あとはなんか今季出してるなんかレインコートっぽいモッツコートみたいのが出てるんですけど、それもむちゃくちゃかっこいいっすね、まあ、これは MB チャンネルさん見たとかじゃないんですけど、単純にあの店舗で見たんですけど、まあ、かっこいいなって思うものやっぱ多いし、去年散々僕がいい言ってたイージーアンクルパンツとかもそうですし、あとはユニクロ U のねあの無地 T 丸首のあれとかもむちゃくちゃやっぱいいですし、僕も多分6枚ぐらい多分去年買ったと思うんで、やっぱりものすごい質はいいなっていう風に思います。なのでね、普段ファストファッションに目向けない人もファストファッションに目向けてもなんかおーすげーって思うと思うので、ぜひ見てもらいたいなって思います。まあね、結局ね総合的に言えば着たいもん着りゃいいんで、別にブランドもんであろうが別にファストファッションであろうがね、そこは値段とか関係なく、別に好きなもん自分の好きなもんを着て自分の好きなコーディネートを単純にすればいいだけの話なんで、別に何かっていう話じゃないんですけど、まあなんかその普段目向けないところに目向けるっていうのはまた新たな刺激になるんで面白いんじゃないかなっていうのを思いました。まあ僕もね動画で言えばね、普段ファッション YouTuber をね中村さんとかソーシネットさんしか見ないって思ってたところを、例えば違う MB チャンネルさんで人を見たら改めてすげえって思ったんで、まあそういう普段目を向けないところに目を向けると新たな発見があったりすると思うので、なんか皆さんもなんかそういうことになんかちょっとチャレンジというか新しい発見をしてもいいんじゃないかなとは思いました。ちょっとね MB チャンネルさんとか僕からすればちょっと目から鱗じゃないですけど、なんか結構衝撃的でした。やってる内容が超斬新だとかそういうんじゃないんですけど、あのちょっと目から鱗が出るという表現がまさに正しいなっていう風に思いましたね、まあ、大した内容じゃないですけどね、本当にファストファッションすごいなって、今のファストファッションのあのポテンシャルの高さがやべえなっていうのを思ったんで、あの動画にしました。まあね、僕もねファストファッションはね好きなのでね、まあそのポテンシャルが高いのは分かってたんですけど、ああやって着こなしの動画とかを改めて見たりとか、なんかあそこまで詳しく解説されてるのを見ると本当にすごいんだなと思ったんで、ちょっとそう思いました。まあなので MB チャンネルさんを見たことない人一回見てみても面白いと思います。特に大人の方参考になると思うので、もし気になる方 MB チャンネルさんぜひ見てもらえればっていう風に思います。なんで僕がねあのよそのチャンネルを宣伝してるかよく分かんないですけど、結構面白いっていうか参考になる動画だと思うので、ぜひ見てもらえればっていう風に思います。コーディネートに関しては僕の動画って基本参考にならないと思うので、なんかそういうとこ見てもらってもいいんじゃないかなっていう風に思います。まあ何でもない動画なんですけどね、まあ今回これで終わりにしようかなっていう風に思います。でいつもお願いしてるんですけど、グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。今回これで終わりにします。ありがとうございました。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you.